ジャケットに合うアイテム。今回ですね、秋そして春、なんなら冬にも欠かせないアイテム、この僕が着用しているねジャケットについて話していきます。ジャケットを着たいんですけどもね、何を合わせたらいいか分かんないという質問がね来ていましたので、今回はねジャケットに合うアイテムを合計ね9個話していきます。ジャケットにね合うアイテムってもうね200個あんねんけども、その中からね9個厳選してお送りしていきます。今のはジョークです。でね、このチャンネルではね低身長でも低コストでおしゃれになる方法をね発信していたり、あとはね164センチの目線で、運営をねしておりますシウンというねブランドもやってますので、よかったやつねチェックをお願いします。ちなみにねこのジャケットもねシウンのアイテムです。ニットもパンツもね今日は全身シウンでお送りいたします。では本編参りましょうか。せーの、領域電気愛じゃんじゃん。まずね、ジャケットに合うアイテム1個目が薄手のニット。はい、これ合うんですよね。まあ薄毛じゃないです。薄手のニット合います。いわゆるねこういう目が詰まった生地がね薄手のニットになるんですけども、こういうアイテムはねめちゃくちゃ合います。クルーネックも合うし、 V ネックも合うし、タートルネックも合います。はい、ハーフジップも合います。ただね厚手のニットはね着膨れしちゃうんで、合わせるならね薄手のニットがおすすめです。ユニクロでね合わせるなら、まあエクストラファインメリノウールセーターだったっけ、そんな感じのやつがねおすすめです。でトレンド感をね意識するならば、こういうねスキッパーニット、これ合わせてみてください。もう世界変わります。見てたってほらかっこいいやろ、写真こんな感じですが、チェック全開ですが、もうかっこいいやこれ見て、ほらかっこいい、言うことなし。はい、トレンド性をね意識とか女子受けを意識するなら、僕はね圧倒的スキッパーがおすすめです。プラスね、僕みたいに顔がねこうデカめな人間にはね、襟元をね開けることによって首がね長く見えて顔が小さく見えますんで、こういうねスキッパーがおすすめでございます。でニットを合わせる際はね、ジャケットと同系色のものをね合わせていただけると失敗しにくいです。このようにねダークグレーのジャケットにはダークグレーのニットを合わせた方がね失敗が少ないんで、ぜひねやってみてください。ブラウンのジャケットにブルーのニットとかさ、めっちゃ失敗しやすいから基本的にはね同じ同系色のものを合わせていただきたいですね。ブラウンのジャケットにはオフホワイトとかきなりっぽいねニットの方がいいと思います。次にねジャケットに合うアイテムはね T シャツもね間違いなく合います。合わせるとねこんな感じでございますが、 T シャツはそもそも何にでも合うっていうか、そもそもねここで言っちゃうけど、もうねジャケットに合うアイテムってほんまにね200個あんのよ。もうそれぐらいね何にでも合う。なんで今回はね定番のところもね紹介していってますよ。 T シャツがね合わせるってなったらね、やっぱ白か黒かグレーの T シャツを準備していただくのがいいかなと思います。はい、でねその T シャツも肌着感が出すぎない中肉のものをね用意していただければいいかなと思います。まあ、このシウンのねこのキーネクティーとかぐらいの厚さがね最低でも必要かなと思っております。まあ薄手のものもねかっこいいねんけど、肌着感がね出ちゃうんで、難易度はね高くなっちゃうんで、あんまり僕ファッションに自信ないよって人はねちょっと厚手の T シャツと合わせてみてください。で次はねこっちでちょっと難易度が高いんですが、タンクトップです。タンクトップ意外に嫌いじゃないです。今はねちょっとタンクトップ選択中であれやねんけど、合わせる際は見えてもいいタンクトップと合わせてください。まあ、例を言うならばリドムのタンクトップとか、あれは見えても大丈夫なんで、逆にユニクロのこういうねワッフルのタンクトップとかはあまりね見せたくないアイテムになってきますので、見えてもいいねタンクトップと合わせるのがバチクソにかっこいいと思います。次こちらですね、シャツは間違いなしです。はい、そもそもねジャケットってシャツと合わせるアイテムなんか、合わせたらねこんな感じやねんけど間違いなく合いますので、合わせるアイテムに困った際とか、あとはね友達の披露宴とか、披露宴ぐらいならまあ多分スキッパーでいいと思うけどな。あとはちょっとしたねいい飯とか、ちょっとしたね清掃をしなきゃいけない時はぜひねシャツと合わせてみてください。で次はねパンツを言っていきます。パンツもね基本的に何でも合うんですが、1個目がねこちらスラックスで、特にセットアップやったら最強です。こんな感じでねセットアップで合わせるともう間違いない。でね女子受けの話もしていくと、よく女性ってさメンズのスーツ姿好きって言うやんか。なんで、まあ、このようにねセットアップってもう何ならスーツに近いから、デートに行く際はぜひねセットアップで合わせてみてください。
ください。まあ別にシオンのじゃなくてもね、ユニクロとかのもんもあるんで、はい、ただユニクロに関してはね結構サイズ感がタイトなので、それだけね気をつけてほしいです。やっぱトレンドはオーバーサイズなんで、ちょっとねゆったりしてるものがねおすすめなので、デートに行く際は少しねゆとりを持ったサイズ感のセットアップをね買ってみてください。で次はねこちらカーゴパンツでございます。まあ、カーゴパンツって今トレンドのアイテムやねんけど、ちょっとね無骨でカジュアルな印象やんか。そこでねこういうジャケットを合わせてもらうと綺麗めな印象にねグッと引き締まって一気にねかっこよくなっちゃうんですよ。カーゴパンツはめちゃくちゃ合います。カーゴパンツとね合わせる際は僕は革靴がおすすめです。で次はねこちらデニム、結構ねカジュアルなアイテムですのでジャケットと間違いなしです。デニムとね合わせる際は T シャツか薄手のニットがね個人的には好きな合わせなので、綺麗めとカジュアルのバランスが取れて最高ですので、よかったらやってみてください。で次はね靴編話していきます。靴はねもちろん何でも合うんですが、まあ、最強のね2個を言っておくと、まあ、定番はまず1個は革靴。革靴はね間違いなしです。僕はねウィングチップの革靴と合わせてますが、まあ、革靴でねセットアップを合わせたら、まあ、こんな感じでね、まあ、切れ目で間違いなくかっこいいね印象になります。はい。でね次に、まあ、トレンドっぽいねものを言っておくとスニーカー。スニーカーはね今すごい大流行で、前までは結構革靴が流行やったんか、今はなんかスニーカーってやっぱいいよねってもうなんか再注目ちょっと前からされてんねんけど、僕はねアディダスのガゼルっていうスニーカーをね合わせてます。こんな感じでかっこよくね、うん、僕はねこっちの革靴よりもスニーカーの方が今の気分かなっていうことで好きな合わせですね。なんで今日話したことを踏まえて、僕が一番好きなねジャケットの着方はこうスキッパーニット同系色のものを合わせて、あとはね同じ生地で作られたパンツスラックスを合わせて、セットアップに同系色のニットを着て、で下に黒いスニーカーを履く。これ間違いなくかっこいいでしょ。なんで僕はねこの合わせが好きなんで、この合わせを押していこうと思います。はい、ぜひやってみてください。ジャケットに合うアイテムを振り返っていくと、薄手ニット、 T シャツ、タンクトップ、シャツ、スラックス、カーゴパンツ、デニム、革靴、スニーカーでした。春と秋はねやっぱりジャケットのシーズンなので、一緒にねジャケットを楽しんでいければ幸いです。でもちろんね今回話したことは164センチの僕がね実践していることなので、低身長の方に実践していただいてもね間違いなくかっこよくなるノウハウですので、よかったらね僕と同じ身長で悩んでいる方も実践してみてください。ではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上、アレベッテッチ、バイバイ、アッシャー。